金曜日には立春と暦の春が近づいていますが、一足早くプロ野球界には旧春が訪れました。プロ野球12球団のキャンプが宮崎県と沖縄県でスタートしています。例年だと海外でのキャンプとなる球団もありますが、この春はコロナの影響もあり、全球団が日本でキャンプインとなりました。キャンプ地は各球団とも本拠地とは天気や気温の傾向が異なる地域となっていますが、それぞれの地域は一体どんな傾向の場所なのでしょうか。各キャンプ地の2月の日照時間や降水量、気温などをまとめて見てみました。総じて沖縄県は暖かいが降水量が多い、宮崎県は寒いものの日照時間が長いという特徴が見られます。沖縄では暖かいのは最大のメリットですが、雨が多いのがやや難点。それに比べれば日照時間が長い宮崎では屋外でしっかりと練習できるのがメリットと言えそうです。シーズンの成績を左右する出だしのキャンプは実は気象と駆け引きをしているのかもしれません。ウェザーニュースのお天気アプリのスポーツ天気チャンネルでは野球場の天気なども確認できます。ぜひチェックしてみてください。 Thank you.